ルイス・ガルシア・ベルランガ・マルティは、スペイン・バレンシア出身の映画監督、脚本家。最もよく知られた作品は、キャリア最初期の、ようこそ、マーシャルさん。であり、1960年代のスペインに現れた、ヌエボシネ・エスパニョールを象徴する、映画監督の一人である。脚本家のラファエル・アスコナとは7作品でタッグを組んだ。同時代のスペインに生まれた、映画監督、 ルイス・ブニュエル、フワン・アントニオ・バルデムと共に、3人の優れた BE と呼ばれ、やや後年のカルロス・サウラを加えて、三倍と 1S と呼ばれることもある。ベルランガはスペインを代表する映画監督ではあるものの、日本で劇場を公開された作品は一本もない。父方の祖父のフィデル・ガルシーア・ベルランガは、放送、自由党の政治家であり、1884年には、 ウティエルの主張を務め、後にバレンシア県議会で副議長を務めた。父親のホセガルシー・アベルランガも、やはり放送、政治家であり、自由党や共和主義自治連合党から立候補して、1914年から1936年までスペイン国会の議員を務めた。父親は共和派の不可知論者であり、1936年のパリ亡命後には、 人民戦線に参加したが、捕らえられて、死刑を宣告された。1939年以後のフランコ体制下で、父親は刑務所での生活を余儀なくされ、1952年の釈放から6ヶ月後に死去した。母方は実業家の家系だった。一番目のおじ、ルイス・マルティは、バレンシア信託銀行頭取り、バレンシア事前協会会長。 ファジエラ地方議会議長などを歴任し、劇作家でもあったことから、映画人となったベルランガに大きな影響を与えているとされる。3番目のおじ、ホセマルティは作曲活動を行っており、ベルランガが最も好きだったおじは、ホセマルティであるとされる。母親は、鼓膜障害を持っていたため専業主婦であり、夫とは違って信仰心の厚い人間だった。 1921年6月12日、ルイス・ガルシア・ベルランガは、バレンシアに生まれた。ベルランガは、兄が3人いる4人兄弟のバッシュであり、女性に対してはひどく、内気な性格だった。1928年に、バレンシアの学校に入学したが、1929年には、肺の病気が原因で、兄のフェルナンドと共に、スイスのボソレイユ病院学校に送られた。 1930年にはスイスからバレンシアに戻り、その後、カバニーリエス学校在学中の1936年に、スペイン内戦が勃発した。共和国派の政治家だった父親の処刑を避けるために、スペイン内戦後の1941年には、青師団に在籍して、ドイツ軍と共に、東部戦線で戦った。1941年7月には投資者が多く出る。 ロシアノブゴロド近郊への派遣を経験しているが、救急部隊に配属された関係で戦闘には参加しなかった。1942年にはスペインに帰国した。スペイン帰国後には地元のバレンシアで大学生協の映画クラブで中心人物の一人となり、雑誌やラジオや雑誌などで映画評論を行った。1947年には、 マドリードに設立されたばかりの国立映画研究所に一期生として入学し、研究所では歴史物のパロディ映画を制作し、1951年にフアン・アントニオ・バルデムと共同で脚本、監督を務めたあの幸せなカップルが初長編作品となった。この作品にはフェルナンド・フェルナンゴメスやエルビラ・キンティリアが出演しており、コメディを基盤に据えながらも、 社会批判を盛り込んでいる。映画を娯楽の王様と割り切って制作する古い時代の監督とは異なり映画を新たな芸術の表現手段として捉えたベルランガとバルデムは1950年代後に登場する新しい映画人の代表格とされている。1952年のようこそマーシャルさんはスペイン映画が国際舞台で評価を受けるきっかけを作った。 映画とされる。1953年のカンヌ国際映画祭でユーモア映画脚本賞を受賞し、ベネツィア国際映画祭では審査委員長を務めていたハンガリー系アメリカ人のエドワード・ジー・ロビンソンが作中でのアメリカの扱いに憤慨した。この映画はスペインとマーシャルプランとの関係を描いた社会的風刺性の強い作品だったが、検閲感は スペイン文化とスペイン民族の優越性を表した夢であると解釈し、ベルランガ自身はなぜ検閲を通ったのかわからない。検閲の人間が脚本にある風刺を理解できなかったのだろうと語っている。フランコはようこそマーシャルさんの検閲通過後にこの作品の本質に気づいて激怒し、以後はベルランガ作品が検閲を通過することは一切なかったものの、 国際的評価が高かったベルランガの作品を上映しないことによる国外の視線を気にして国民が祝祭に気を取られる青春館に形ばかりのロードショーが行われた。このようにフランコ政権からの嫌がらせを受けながらようこそマーシャルさんはスペイン史上最も高い収益を上げた映画となった。1953年には スペイン映画の現状について様々な立場から討論するサラマンカ国民映画会議に参加し、検閲や映画批評のあり方、法制度や労働契約などが話し合われている。この映画会議には、ベルランガやバルデムの他に、俳優、監督のフェルナンモメス、小説家のフェルナンド・ビスカイイのカサス、言語学者のフェルナンド・ラサロ・カレテールなども参加した。これを機に、 スペイン各地に映画クラブが誕生し、サラマンカ国民映画会議は、スペイン映画史における歴史的事件の一つとなっている。1954年には、マリーア・ヘスース・マンリケでアラゴンと結婚し、音楽もろうそくも絨毯もない安価な結婚式の様子は1963年の作品、死刑執行人で再現されている。1957年の奇跡の木曜日は、 検閲を受けて、修正を余儀なくされた上に、何年もの間スペインでは上映することができなかった。1959年には、ソモサウゴに転居し、父親の遺産350万ペセタで新居を購入した。1959年には、電車売りますで、初めて脚本家のラファエル・アスコナとコンビを組み、共同2作目のプラシドでは、 アカデミー外国語映画賞の5本のノミネート作品に選ばれたが最終的にはスウェーデンのイングマール・ベルイマン監督の鏡の中にあるごとくが外国語映画賞を受賞した。やはりアスコナと組んだ1963年の死刑執行人はベネツア国際映画祭で好意的な評価を受けたがスペイン社会の描き方が当局に問題視され検閲で内容が 大幅に除去された。続く1967年のブティックは検閲に通らなかったためアルゼンチンに赴いて撮影した。1958年には国立映画研究所の教授に就任し、制作者として映画を撮る傍らで長らく研究所で更新の指導に当たっていたが、1970年に国立映画研究所が閉鎖されたため教授職を退いた。 1973年の等身大の恋人は、ダッチワイフに恋する中年男性を描いた変態的な映画であり、日本でも上映が予定されていたとされる。フランコ体制末期の1970年代前半には、恋人たち万歳、と、等身大の恋人の2本の映画を撮っているが、うち1本は、フランスとの合作とすることで撮影にこぎつけた作品だった。 フランコ死後の民主会後期、検閲から解き放たれたベルランガは再び意欲的な活動を見せた。1977年に実業家や政治家の欲望や偽善を描いた国民銃を制作し、1980年の国有財産、1981年のナショナル第三部と合わせてナショナル三部作と呼ばれる。ナショナルシリーズは身体成果の 上流中山階級の無秩序な様子を描いた作品であり、ベルランガはナショナルシリーズで絶大な人気を得た。1985年の小さな牛も同様のテーマで制作した作品である。日本で初めて体系的にスペイン映画が紹介された第1回スペイン映画祭では、バルデム、サウラ、マヌエル・グティエレス・アラゴン、イマノル・ウリベラと共に日本を訪れている。 1979年から1982年には民主中道連合内閣によって国立フィルムライブラリー会長に任命された。その後マドリード・コンプルテンセ大学名誉教授となった。1980年にはスペイン国民映画賞を受賞し、1982年にはスペイン文化賞による芸術功労賞を受賞した。1986年には アストリアス交代子賞芸術部門を受賞し、1988年には王立サン・フェルナンド美術アカデミーの会員に選出された。1985年にはスペイン映画界の重鎮がマドリードのオパソレストランに集まった会合に参加し、1986年にはスペイン映画芸術科学アカデミーを設立、ベルランガは名誉会長に就任した。 スペイン映画芸術科学アカデミーは、スペイン映画の普及促進を目的として1987年に五夜賞を創設しており、ベルランガは同年に五夜賞名誉賞を受賞している。1993年のみんな刑務所へでは、第8回五夜賞で監督賞と作品賞を受賞したが、この時すでにベルランガは70代だった。1997年には、 バレンシア工科大学の名誉博士号を授与された。2002年にはスペイン映画監督協会によって名誉賞を授与された。晩年にはアルツハイマー病を患った。2005年からは病に苦しみ、2010年11月13日にマドリードの自宅で死去した。89歳だった。スペイン映画芸術科学アカデミー会長で映画監督のアレックス・デラ・イグレシアは、 エルパイス氏で、プラシドは、私の人生を変えた作品だったと語った。俳優のサンティアゴ・セグラは、私の映画人生に影響を与えたのは、ベルランガの作品である。彼の作品は強く心に残ったと語った。オスカル・ライバルは、自身の作品、ザ・グレート・バスケスが、ベルランガの影響を受けていると語った。ベルランガは、政治的には、共和主義者で、ハン・フランコであるとされるが、 共産主義者、社会主義者、進歩主義者と呼ばれることには異論を唱えた。作品はスペインの伝統に根ざしており、異なる社会や政治的状況の風刺や皮肉的表現を盛り込むことが特徴に挙げられる。検閲が行われたフランコ体制下において、1957年のコメディ映画奇跡の木曜日など、大胆に検閲の裏を書く作品も制作している。 様々な方法でフランコ独裁政権の検閲の回避を試みたが、脚本の段階で問題視されることも多く、フランコ体制下では望み通りの作品が撮れなかったともされる。スペインは1953年にアメリカ合衆国とマドリード協定を結んで、相互援助を受けるが、ベルランガはスペイン人映画監督の中でも特にアメリカ人を批判的かつ辛辣に描いた。 シリアスなドラマ映画を好んだバルデムとは異なり、ベルランガはブラックユーモアあふれるコメディ作品を得意とした。1960年代初頭まではイタリアのネオレアリズムの影響を受けた作品を制作していた。1968年には第18回ベルリン国際映画祭の審査委員長を務めた。 ベネツィア国際映画祭では1960年と1982年にカンヌ国際映画祭では1979年に審査員を務めた。1954年にマリーア・ヘスース・マンリケデ・アラゴンと結婚し、4人の息子を設けた。次男のホルヘ・ベルランガは、ジャーナリスト、著作家、脚本家となり、父親と共同で何本かの映画に取り組んでいる。 三男のカルロスベルランガは音楽家、作曲家となった。次男と三男は比較的若年で亡くなっており、カルロスは父親よりも早く2002年に42歳で、ホルヘは父親の死去翌年の2011年に52歳で亡くなった。カンヌ国際映画祭、ベネツィア国際映画祭などで受賞しており、チェコのカルロビバリ国際映画祭では、 世界で最も卓越した10人の映画監督に選ばれた。また、イタリア共和国功労勲賞コメンダトーレを授与されている。ありがとうございます。